タービニアは世界で初めて建造された蒸気タービンを動力機関とする船舶である。1894年に浸水し、その時点で世界最速の船舶であった。排水量44.5トン、全長31.6メートル、全幅2.7メートル、喫水0.9メートル、三段軸流式パーソンズ蒸気タービン、2000馬力、三軸で それぞれ3個のスクリューを駆動した。速力34.5ノット。1897年のスピットヘッド艦艦式において、従来のレシプロ式蒸気機関に対する蒸気タービンの優位性を劇的に知らしめ、各国の軍艦の標準的な装備となった。現在はニューカッスルのディスカバリーミュージアムに保存されている。チャールズ・アルジャー・ノンパーソンズは1884年。 蒸気タービンを発明した。そして1893年、船舶への搭載を目的として5人の出資者の協力を得て、マリーンスティームタービンカンパニーを設立し、実験船タービニアを建造した。タービニアは1894年8月2日に浸水した。当初はスクリューの回転数が早すぎて、キャビテーションが発生した。そこで、 推進軸を3軸に増やして3機のスクリューを取り付けた。その結果、34ロットで航行することができた。パーソンズは海軍に蒸気タービンの採用を働きかけたが受け、入られなかった。1897年6月26日、スピットヘッドで行われたビクトリア女王即位60周年記念観艦式において、タービニアは事前の予告なしに、 エドワード皇太子や諸外国の品格の前に姿を現した。タービニアはその場にいた船のどれよりも早く、二列に並んだ巨艦の間を競争して、皇太子をはじめとする人々の眼前で何のおがめも受けずに加減速を繰り返した。そして阻止しようとする海軍の警戒艇を簡単に振り切り、功績でそれらを翻弄した。それは大胆かつ鮮やかなお披露目であった。 この後、パーソンズはタービニアワークスを設立して2隻の蒸気タービン推進の駆逐艦を海軍に納入した。1899年に浸水した HMS、バイパーと HMS コブラである。1900年にはタービニアはパリまで航行してパリ博覧会に展示された。最初に蒸気タービンを搭載した商船は1901年に浸水した。 クライドスチーマーの T.S. キング・エドワードである。1905年、海軍省は、以後のイギリス軍艦はことごとくタービン推進とする、ことを決定した。そして1906年、最初のタービン推進の戦艦である、ドレトノートが浸水した。タービニアは1927年にタイン川の南の、入リ江を横切る時に衝突され、2つに引き裂かれたが1960年に、修復され、 ニューカッスルの科学技術博物館に展示された。2000年に重要収蔵物に指定され改装され、ニューカッスルディスカバリーミュージアムの目玉となっている。タービニアの展示室周辺は改装され吹き抜けの3階から一望できる。タービン、バーキャッスルディメインアーカイブド2007年9月27日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、チャールズ・パーソンズ。ありがとうございます。